マーダーは第二次世界大戦時のドイツがネガーから改良を進めて開発した小型船航艇である。この特殊潜航艇は全長8.3メートルでネガーとの際は潜航を可能とするための注水タンクを停止に備えたことである。ただし魚雷発射時にはネガー同様水上へ戻る必要があった。生産数は約300席である。もう一つの改良が 操縦手が外界を見るためのドームに加えられている。このドームは艇の出入り口としても用いられていたが、ネガーと異なり、艇の内部からこれを解放できるようになった。最大潜航深度は約25メートルである。この潜航艇の最初の作戦は1944年8月2日に設定された。この時、ドイツ海軍小型戦闘部隊は戦争中で最大の戦果を上げた。 58隻のマーダーと22隻のリンゼン艇がノルマンディの船舶輸送に対して出撃した。この出撃は複数のマーダーと爆発物を搭載したモーターボートリンゼンとが連合して行う作戦の一部だった。イギリス海軍の護衛駆逐艦クオーオンがマーダーに撃沈され、また付随してリンゼンによって総海底ゲア製が撃沈され、リバティセンサムロングが全損した。 代償は41席のマーダー及び22席の林前帝であった。ありがとうございます。